そういえばね、今日ね、買いました。これサブスマホをですね、買いました。ようやく SE3 にいいでしょ、このフィットが俺好きなのよ。 iPhone はこのサイズなのよ。ホームボタンもついてて、これが一番好きなんですよ。だけどやっぱスペックの問題とかあってさ、まあ今どんどん新しい iPhone も出てて、まあみんなね、13とか14とか15とか持ってると思いますけど、一番好きなのはこのサイズで。そう。だけど、そのメイン携帯にするほどのスペックがないから、メインにはなり得ないんだけど、だけどやっぱ持ってたい携帯で、やっぱサブっつったらこいつで、SE3。まあ、iPhone SE の第3世代です。でもね、こいつはね、悪口をすごい言われるんですよ。なぜか知ってます？ゴミでできてる携帯だからです。だから安いんですよ。要するに iPhone って12、13、14、15ってどんどん新しくなっていくでしょ？そうすると余る部品が出てくるじゃないですか。余るパーツが出てくるじゃないですか。そういった歴代の iPhone の余ったパーツで出来上がったのが iPhone の SE シリーズなんですよ、元は。そう、元はね。だから在庫処分というか、まあエコ携帯みたいなもんで寄せ集めなんですよね。なんでちょっとスペックが低かったの、SE のスタートは。だけど、この SE3 に限っては、そのチップが更新されまして、新しくなりまして、だいたいね、iPhone 13ぐらいの脳みそ持ってます。なので、まだまだね、戦える携帯かなと思いますので、iPhone 13程度のチップが入っておりますので、ただね、バッテリーとかは小さいんですけど、カメラの、性能も良くなりましたし、チップも良くなりましたし、っていうことで、まあ、一番サブに適してるかなっていうので、こちらにしました。ですから、今現状メイン携帯が12 Pro Max で、まあこいつ月末げ、あ、次の、まあ翌月頭ぐらいに変えようかなと思ってるんで、今 Now で言うと、メイン携帯よりも頭いいです。頭いい。現状はね、サブなのに。そう。で、このサブに、ドコモの格安 SIM 入れたんで、なんで、ごちごち追加すべき。ごちごち追加すべき。で、さらにここに SIM も入れましたもんね。そう、ネットで買った、その SIM をぶち込んだんで、で、しかもそれドコモなんで。まあ、要するに、ドコモの格安 SIM、それ何？と思うけど、値段安いんですよ。安いんだけど、安いしドコモなんだけど、まあ、わかりやすく言うと、そのドコモの、まあ、アンテナ、ドコモの電波、ドコモの基地局を曲がりしてるような感じです。だからメインはもちろんみんなの、そのドコモのキャリアでございますが、そうじゃなくて、まあ、ドコモはドコモなんだけど、ちょっと、こう、拝借してるような、まあ、イメージで持ってもらったらいいです。ですから、例えば花火大会とか行きましたとか、お祭り行きましたみたいな時に、みんながそのドコモの携帯使ってると、まあ、割り食うよね。そう。とか、おそらくゴールデンタイムとかでみんながバリバリ使ってるようなエリアに行ったりすると割り食う可能性はあるけど、まだ今のところ、そのような、実感はないですけどね。回線速度も上がったけど、ダウン20から30のアップ20ぐらい出てましたんで、まあ全然別に規制もかかってないし、使えると。じゃあなんで、この iPhone SE3 を持ったのかっていうのは、ちゃんとこれ理由あるんですよ。なんで俺は毎回、このちっちゃい SE を持つのか。メインはでかいじゃん、プロマックスで。だったら、おい、石川と。こいつを、まあ14とか、今お前が欲しがってる14とかに変えて、この12をサブにしちまえば、わざわざ SE3 買う必要ないんじゃないのって。これもったいないじゃん、このいくらかの値段ね。うん、これ別にサブにしてでかい使えばいいじゃんって。でもね、ちゃんと理由があるんです、このちっちゃいのはね。理由はね、この今の日本って、夏めちゃくちゃ暑いでしょ。で、今 iPhone の15の最新持っているキャス主の人たちも、外配信で、まだ4月5月なのに、もう熱暴走してるんですよ。熱暴走。要するに、どんどんスペックは良くなる。チップは良くなる。カメラは良くなる。携帯は大きくなる。けれども、その、携帯の熱って、バッテリーの熱ばっかりじゃなくて、大きくなると、画面からの熱も発生して、どんどん携帯が熱くなるんですよ。要するに、じゃあなんで昔の方が熱暴走しなかったのか、熱持たなかったのか。画面が小さいからです。この画面を大きくすると、大きくするだけ明るくするから、そこにまた熱が加わるんですよね。そう。ですので、iPhone の15も、なんかチタンっていうので軽くはなったんだけど、何やら、その使ってる人のレビューによると、なんか14とか13よりも熱暴走しやすいっていう声が結構入ってくるんで、俺はちょっと iPhone 15にしたくない。だから待ってるんだけど、さすがに12 Pro Max では戦えないと。まあ配信業としてももうそろそろっていうところで、まあ16出るぞ。まあ今年の9月10月秋にもね、16、16なんて言われてますけど、15もね、それで、じゃあ新しく買いましたと。
けど今の結果、もうしばらく経ちまして、もう今5月ですよ。配信者、たくさんの人が買いました。熱暴走するって答えになってるじゃないですか。だから16もすぐ出ました。買いましたって言って、また16も熱暴走ですって言ったら20万も30万も払って、また熱暴走ですって言ったら話にならんわけですよ。だからいろんな人たちに、ね、人柱になってもらって、使ってもらって、その後に買った方が絶対賢いんですよね。別に急いで携帯なんて買える必要ないから。よっぽど iPhone マニアじゃない限りね。だから、人柱になってくれた人のおかげで俺は14を買おうと思えたわけだから、しかもちょっと安いし。そう、14万ぐらいで買えますよ、14、5万で。ですから、まあでも12が重たいんで、ツイッター使ってても X 使ってても配信使っててもなんかコメントがカクつく時もあるんで、バッテリーももう 80% 切ってますから、まあなんでまあここら辺が使用時かなってことで、メインをまずは14にしたいっていうのが一つと、で12はもう使わないと、で SE3 にした理由はまあ熱暴走の件と、でまあやっぱ画面ちっちゃいんで、いやこいつももちろん熱暴走はするんだけど、まあ大きい携帯よりかは画面ちっちゃいんで熱持ちづらいっていうのと、あとバッテリーが小さいんで、なんつっても、そうだからまあ充電さえしてればずっと配信できるんで、まあ超配信向きかなと。で軽いしポケットに入るし、まあもうサブっつったらこいつっていうので、まあ SE3 を選択っていう感じですね。であと背面がちっちゃいので、冷却クーラーで冷やすときも冷やせる面が広がりますんで、だってでっかい携帯で冷やすよりちっちゃい携帯で冷やした方が、同じ冷却クーラー使うんだったら冷やす面広がるでしょ。だからより熱暴走しづらいっていうところで、もしメインの配信で熱暴走して、例えば外配信とかでどうにもならんって時にこっちを取り出せば配信ができるんで、サブをこいつで持っときたいという、そういうわけでございます。はい、で入りましたよ、アッポーケア。うん、入りました。あんだけね、いろいろあるとですね、まあ配信者も携帯取られるじゃないですか、ね、外配信でも壊れるじゃないですか、画面も割れるじゃないですか。アッポーケア入ってきました。まずこいつが本体がね、8万なんぼだったかな、8万8000とかかな。で、本当はね、7万円の、128GB の、iPhone の SE3 にしようと思ったの。で、ヨドバシで買ったんだけど、その、ヨドバシで、取り寄せしたの。そしたらね、なんか、俺が見間違えたのかね、その、うちの近所のヨドバシに在庫あると思ったの。で、在庫があると思ってて、その、取り置きだと思ったら、在庫がなくて、取り寄せだったのね。そう。よく見たら、その、メール見たらね、その、折り返し来るそのメール見たら、取り置きじゃなくて、取り寄せになってて。そう。んで、じゃあちょっと時間かかんなと思って。あと俺ね、なんかね、思い立ったら吉日で、欲しかったらもう欲しいんだよ。子供なんだよ。トイザラス行って、買ってっていう子供と一緒で、もう欲しい。だから、もうすぐ欲しいから、どうしようかなと思っていろいろ調べてたら、なんか64ギガと、256だったら、まあ要するにお店に在庫あると。64はどうなんかなって。サブ携帯だから、まあ全然64でもいいけど、やっぱりそのストレージの余裕は携帯の余裕じゃないですか。心の余裕じゃないですか。ストレージパツパツなやつってなんか仕事できない感じしない？なんかこんだけあれば十分だからとか言ってそれ買ってパツパツになってるのなんか恥ずかしいじゃん。だからやっぱストレージの余裕は携帯の余裕、すなわち心の余裕、外配信の余裕につながるわけだから、だから1ニッパがないんだったらもう2ゴロしかねえだろうつって、じゃあ2ゴロ取り置きお願いしますつって、ほんでヨドバシに電話して、で取り置いてもらったんですよ。だから今日だけだって、今日中だったら全然取り置きできますよって言うから、じゃあもう今日取りに行くんで買いに行くんでお願いしますって言って、色は何色ありますかって言ったら赤ですって言って、なんかこうね、デヴィ夫人みたいな色しかなくてさ、本当はなんか白とかが良かったんですよ。で熱暴走させたくないわけだから色は白が良かったんだけど、なんか白は売り切れてて赤しかないとかいうな、このデヴィ夫人みたいな色しかなくて、まあじゃあもういいやつって、まあまあ別に色はいいからさ、二の次だから、まああるやつがいいから、今日欲しいから、じゃあ赤でいいですって言って、でまあこれにして、だから128は6万8000なんだよ、新品で。で iPhone のこの SE3 の256は8万なんぼだったから、でそれにさらにケースと、ケースが2500円ぐらい。で、あとは、これかな？そのシート。画面シート。画面シール。こいつが2000円ぐらい。そう。で、全部で8万8000とか。だからそんなんかな、値段的には。で、そこにさらにですよ。まだあるんですよ。アップルケア。うん。で、アップルケアが、なんかいろんなパターンがある、あって、アップルケア。アップルケア入りますかって言われて。最初やめようと思ったの。いらないですって言ったんですよ。サブだから。そう。メインじゃないし、メインは絶対入るけど、サブだから別にいいかなみたいな、なんか、
どれほど使うかなと思って、ただまあ配信で使うから、外配信も使うからめちゃくちゃ携帯壊れるし、入った方がいいか分かるんだけど、サブだしなと思って一回断ったんですよ。そう、カウンターでいらないですっつって。で、私、ああ、そうですかみたいな、分かりましたみたいな。じゃあこちら、ポイントでどうのこうのみたいな、お会計でみたいな。だけど、いやでもサブも入っとかないとなみたいな。で、これでもしなんか外配信で壊れたりとかして、まあ、アップルケア入ってないとか言ったら、お前、またやったなみたいな、お前、入っとくべきだろ、配信有名とかって、またここと言ってくるさ、ババとかいるだろうなと思って、うるせえだろうなと思って。で、別に入っといて別に損はねえよなと思って。ここケチったらよくないなと思って。なんか、SE を買うのに10万超えさせたくない病出ちゃったの、俺。そう、貧乏症みたいな。なんか、さすがにサブで10万超えるって、もうあと4、5万足したら今日メイン変えれるやんみたいな。なんでそこまでして今日サブアップデートすんだと思って。なんか自分の中でちょっと嫌なのがあったんですよ。サブなのにみたいな。でしょ、だって10万クラスいったらもうちょい出せばもうメイン今日変えれるじゃんって。いや、14だって売ってるからさ、もう今15だって売ってるしね。そう、だから、女だったらもう今日メインでええやんみたいな。なんでサブごときにみたいなのがあってさ、やっぱ10万絶対切らしたかったんですよ。だけどアップルケア入ったらもう行っちゃうから、1万以上するから行っちゃうから。でももう一回断ったんだけど。でもな、やっぱサブといえでもな、仕事道具やしな、きちんとしとこうかなと思って、その、若い店員さんなんだけど、店員さんに、すいませんと。今、ここでアップルケア入れますかって言ったら、このお客さん何言っとんだみたいな顔して店員さんが、もう入れますけど。みたいな。ちょっと感じあれやなと思いながら、もう若いしなと思ってて、もう入れますけど、みたいな。まあもちろん入れますけど。で、言われて、で、まあじゃあお願いしますって言って。で、じゃあちょっとこちらの円卓の方のテーブルに来てください、言われて。まあそっから別に普通に対応してくださったんですけど、いい感じでね。そう。で、アップルケアもいろいろあるんですけど、どれ入られますってなって、一応説明してくれて。で、ちょっと、1万4000円ぐらいのやつにしたわ。うん。1万4000円ぐらいのやつにした。で、それは何かっていうと、携帯の画面壊れたり、もちろん傷ついたりとか、そういうね、使えなくなったりもあるんですけど、盗難とかが、そういう盗まれても保証効くやつにした。だから、1万4000のやつにした。そう。最近多いじゃない、その、携帯取られるって、配信者の携帯取られるってやつあるじゃん。そうそうそう、2年一括盗難紛失プランみたいなやつ、そう、なんかそれにした。うん、一応ね、たっかーみたいな。ほんと結局なんか8万8000に1万4000でも10万超えやんけみたいな。フルサポみたいな。もう一回聞くけど、お前サブやろ、お前それ何やってるかっていうと、お前追加のサブアカウントでメインアカウントばりの神回起きた時と一緒やぞ、お前。なんでサブやねんっていう話やからね。そう、お前サブだからな、お前。分かってるぞ。お前、そんだけお前、手間もお金もかけられたわけだから一生懸命仕事しろよ、お前。あったら。うん。大丈夫かな、これ。ちゃんと仕事する機会あんのかな、こいつな。っていうので、まあ一応ね、仕事道具なんで、まあしばらくこれで、1、2年、2年ぐらい頑張ってくれるかなっていうので、まあ仕事していただきましょう。で、まあここまで SE3 のいいことばっかり言ってんだけど、配信ね、これはね、みんなが使う、その日常で使うのとは違います。配信で使う場合においてなんですけど、一応ね、デメリットとまでは言わないけど、まあ、ちょっとマイナス点もあるっす。それ何かっていうと、まずね、カメラのね、その、角度と言いますか、幅がちょっと狭いですね。そう。ね、SE3 のカメラと、まあ、iPhone 12 Pro Max とかのカメラってこれ全然違いますので、その12 Pro Max とかだ、13とか14、15だと、広角がついてて、今の外配信において、まあ、結構広く映すことができるんですけど、SE3 については広角がついておりませんので、ズームはできるんだけど、広角ができないので、外配信においてちょっと、その画角が狭くなっちゃうから、まあ、今時ね、外カメラで、広角レンズつける人いないんですけど、こいつで外配信する場合は広角レンズをつけた方がいいし、内カメもレンズをつけた方がいいっていうので、その広角レンズ必須になってしまうところは、ちょっとマイナス点かなっていうところではあります。はい。内カメはあんまり変わらんけどね。うん。なんでまあ配信においては、まあそこがちょっとね、痛いところかなっていうところですけど、まあまあそれ以外は、まあいいかなと思ってます。で、あとはまあ、バッテリーが小さいんで、充電しないで配信使ってると、まあ、すぐに充電切れちゃう。まあ、どう見ても、携帯のサイズ違うじゃんね。うん。なので、やっぱ外配信において、ポッとこう、ケーブル引っこ抜いてね、熱いからって引っこ抜いてると、すぐに充電がなくなってしまうので、まあ、そこは、マイナスかもしれません。だからその2点かな。大きいマイナス点は。うん、気になるところまで。まあ、それ以外は、まあ、問題ないと思います。はい。あとはなんだろう、やっぱ携帯を変えると一番楽しいのは、アプリの断捨離じゃん。
そう、あの古い携帯と見比べてどれを必要としてるかなと、まあ、一番必要な順からこうやってアプリをこうインストールしていくじゃないですか、 APP ストアから。そうね、いらないやつはもう二度と入れないみたいな感じでこうすっきりできるからね。俺ね、めちゃくちゃ少ないですアプリ、本当に少なくて、もうこの映画が出てるなと思うんだけど、これ見てください、 LINE も入ってないです。はい、ちょっとあの画面明るすぎるな。これまず一つですね、こんなんですよ。まず LINE 入ってないですね。一番下が X とサファリだけ。ほんでツイキャスの配信アプリ、ビュアーアプリです。であとここは銀行のアプリで、便利アプリは Google マップと Go アプリで、ライフスタイルってところに APP ストアと iTunes ストアで、一番上に配信のところに、まあ、いろんな各、まあ、SNS とか、配信系のアプリを入れてると。で、あとは写真、カメラと設定。で、こっちピッてやると何もないです。あと、ここに、電卓とか、あとはヘルスケアみたいなやつをぶち込んだりしてるだけですね。あと、こんだけです。はい。以上。こんだけです。ね、いいこと。配信用です。まあ、サブ機なんでね。うん。で、あと、このシム、電話もついてないんで、本当にデータだけです。LTE だけです。電話もできないです。いや、俺ね、嫌なのよ。いろんなアプリ入れるのが。こっちのメインもそうなんだけど、マジ少ないです。嫌なんですよ。そう、もうごちゃごちゃしてるのがすごい嫌で、パソコンのデスクトップも3行しかないです。ソフトが。インストールしてるソフトのこのアイコンがですね、3行しかないんですよ。パソコンも。あともうこっちガラガラ。うん。だから256いらないの、本当に。多分俺ね、64で足りるんだけど、でもそこも A 型が出てて不安症で大きくしちゃうの。そう。で、プラス、もう一個あるのは、画像とかの引き継ぎも嫌なの。俺、それ大嫌いなの。なんかさ、iCloud とかでさ、なんかさ、引き継ぐじゃん。引き継ぐというか、なんていうの、なんか、共有というの、その古い携帯の写真を新しい携帯にも入ってて、もう、おろしたての携帯なのに、写真フォルダ開くと、ずりーっとさ、その前の携帯の写真あると超ムカつくんだよ。あ、同期っていうの。こんなに元気よく喋ってて、同期しそうだ、俺。そう。あれも嫌で、俺もう全部iCloud 切りますもん、俺。切る。でも画像もスッキリ。だからまだ俺1枚も入ったな、俺ここに。写真1枚も。もう入れないでおく。で、ほんとごめんなさい。普段、お前らにね、こんなこと言ってんすよ。石川の駅に突して写真撮って、どうせ翌日にはね、お前の食ったパスタに上書きされて、消すんだろうとか言ってんじゃん。ちょっと嫌味で。そんなせなんか突に来てまで写真撮るけど残しとかないんだろうとか言うじゃん。誰よりも消すの、俺。うん、俺ね、定期的に写真フォルダ開いて、ずりーっと、バコーンと消しちゃうんですよ。そう。もう本当に、なんかね、思い出の写真とかないんですよ。俺消すことに躊躇ないんですよ。画像。普通みんな残すじゃん。配信の録画は消せないのに、画像とか動画とかはね、なんとも思わないんですよね。いや、台湾はまださすがに残ってるけど、でも多分いずれ消えると思います。で、知ってる？写真まとめて消すのめんどくさいじゃん。あれ、まとめて消す方法知ってる？ iPhone の。俺これリスナーに教えてもらったんだよ。すごいなと思って。例えば何千枚ある写真を、全部選択してまとめて消すっていう方法があるんですよ。あれでも実は iPhone の機能で、ゴミ箱に入れた画像はまとめて消すってあるんだけど、ゴミ箱に入れる前のあの選択画面のところで全部選択ってないんですよ。全部選択ってないんだけど、あれを自分で全部選択風に持っていくことできるんだよね。あれ知ってますやり方。これ意外と知らないですよ、あれ。いやー知らない。俺ずっと知らなかったもん。そう。そんなこと知ってる？あれね、びっくりしたよ。選択ってやるじゃん。選択すると自分で押したやつがチェック入るでしょ。あれ、1、2、3個くらいチェックした後、チェックしたやつを長押しして、スクロールブイーンってやると、ブイーンってチェックされるの知ってる？そう。まあ、1個ずつ、トントントン、いい感じとか言って、1個ずつやらなくても、ブイーンってまとめてやれるって知ってました？知らなかったでしょ。俺、それ知った時にね、世界変わったもん。iPhone の世界変わったもん。まあ、こんな風になるんだと思って。ねえ、まとめて消したの。そう。だけど、設定のところから iCloud オフでまとめて消せたんだなと思って。その、勝手に同期されちゃって、この iPhone の SE3 にふざけんなと思って、俺ベッドのところでちょこんと棒みたいに座りながら、こうやってちまちま消してたの。うん。だけど、なんでこんなに入ってんだと思ったら、あ、そっか。古い iPhone の SE と同期したからだと思って、クラウドの同期、写真の同期消せば、全部消えるんだと思って、それも後から気づいたんですけど。意外と、iPhone に関しては、情弱っていうね。うん。よく分かっちゃいないんですよ。だから何もしてないって。あ、でもあともう一個困ったものあったわ。埼玉りそな銀行のアプリが入れられない。入れられないです。埼玉りそな銀行のアプリって、一つの携帯、一つの Apple ID で一つなんですよ、アプリ。
要するになんかその犯罪防止とかそういう防止のために1アカウント1つなんですよ。だから俺メインの方に埼玉リスナー入れちゃってるからこっち入れるとメインが使えなくなるんですよ。なんか困るなと思って、サブに全部入れちゃうとちょっと怖いじゃん、逆にこいつなくした時に終わるから分けようと思って。そうだからこっちにはちょっと銀行アプリ入れなかったんです。あの三菱だけは入れたけど、そうそれ以外は入れずに置いた。そっかそっかと思ってね、複数端末できなかったです。でもね、銀行によるっす、できるかできないかは。Apple ID 分けようっていう、いよいよやばい携帯じゃねえかお前。 Apple ID も分けて何もかも分けてって言って、いよいよやばくなってきたのこの携帯は。サブじゃねえじゃん、なんかこれ何をしようとしてんのこれで。うん、いよいよやばい、うん、いよいよもう俺の携帯じゃなくなってるじゃん、どん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 。ポポの 2.0 使ってる。いやほんとね、いいよ SIM、うん、マジで持っとくといいよお前らも。ほんとなんかあの古い携帯とかでいいんだよ、サブの携帯になりますからね。ほんとすぐネットで注文したほんと数日とかで届く、うん、ペペペペつって個人情報入れてみたいな。楽天はゴミって話なんだよね、楽天は。で今あの回線で強いのはソフトバンク、うん、これあの結構ね回線通の人から聞いたんだけど、今ドコモと au がうんこで、でドコモがさ、なんかさ去年ぐらいにさあのパンパンになっちゃってさ、その良くなるのは秋以降だとかって言ってんだけど、やっぱ未だにドコモなんか変なとこ途切れるし、ドコモ今ちょっと全盛期に比べると微妙なのよ。そうで au も微妙なのよ。配信者の人ならわかると思うけど、変なところでエラー吐いて配信落ちちゃったりとか、うん、なのでそうパケ詰まりね、ドコモはね。で今実は再評価されてるのはソフトバンクって言われてて、今配信用のキャリア持つんだったらソフトバンクっす。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you です。